よいしょ。はい。なんじゃこれ。はい。ということで皆さんこんにちは、みっちーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、ちょっと雑談でございます。雑談とかもお知らせでございます。まずいろいろツッコミどころが満載かと思いますけども、一個ずつご説明の方させていただきますのでよろしくお願いします。はい、ということで、ね、この絵面ツッコミどころ満載ですよね。まずはね、メガネ、なんやろ、どうなったんやみたいなね。まあ、最初は黒いメガネをしてたんですけども、途中からサングラスのね、案件があって、まあ、そちらをご紹介してコンタクトにしたんですけども、メガネこちらに今なっております。でこれはですね、まあ、今後ずっとこれでいくわけではなくて、あ、まあ、分かんないけど、もしかしたらちょっとその調子によってはメガネになるかもしれないですけど、なぜこのメガネになってるかと言いますと、今日朝ですね、7時ぐらいかな、はい、にパキッと音がしましてですね、はい、ん？って横見たら、見事にメガネが粉砕いたしまして、これね、ここね、はい、粉砕したんですよ。僕いつもメガネをかけて寝るんですよね。まあ、寝落ちしちゃったりとかもあるんでメガネをかけて寝るんですけども、なんか寝てる最中に外れてしまって、横にこうポロって落ちてたんですよ。でそれで、まあ、朝ね、窓を開けようと横切った、奥さんがですね、踏んでしまったということで、私のこちらの、はい、これ壊れてしまったということなんですよ。でこのメガネね、ゾフさんのナイト&デイってやつで、まあ、いつもサングラスをこうカチッとつけたりとかしてるようなものなんですけども、まあ、メガネだけ買えるということはできなくて、もし買うんであれば、まあ、ナイト&デイそのまんまね、別のものを購入ということになるので、またちょっと買いに行こうかなと思ってます。でその間のこれになります。でこのメガネは昔ね、なんかこれかな、これと一緒にね、もう一個予備で作ったんですよ。その時に作ったやつなんですけども、まあ、一切かけることなく、しまわれていたのを、まあ、なんとか、こんなこともあろうかということで、引っ張り出してきたということでございます。なのでちょっとかなり奇抜な感じになっててなんだこれっていう感じだと思うんですけども、そんな感じで白いメガネに今回なっておりますと、まあ、いずれまたコンタクトかメガネに、黒いメガネに戻るかと思います。まあ、逆にこっちの方がいいよっていう方はコメント欄に、ね、いいよって書いておいていただけると嬉しいなと思います。はい、で2つ目、これですよ。はい、なんだこれはと、 CCB ですよね、まさにね。はい、奇抜な髪の色とメガネでもうまんま CCB ですよ。はい、まあ、これはですね、これもずっとこれでいくわけではなくてですね、うちのチビさんが髪の毛を、ね、染めた時に赤色の、染料カラー剤が、ね、残ってたので、もったいないなということで、パパやったらって言われて、じゃあちょっとやるわって言って、まあ、パペペってこう塗ってベーって流したら、まあ、しっかり色入ったという感じでございますんで、まあ、落ちたら落ちたでね、まあ、また元の、金髪の色に戻るかなと思うんですけども、まあ、少しの間この赤色ピンク色っていう感じになりますんで、はい、CCB でよろしくお願いします。はい、そしてですね、今こう席に着く時にのっそりのっそり来たと思うんですけど、これ3つ目、ぎっくり腰やりました。まあ結構これ例年のごとくなんですけど、まあ、1年2年の間に1回ずつぐらいやったりするんですよ。で治りが結構遅くてですね、いつもちょっと仕事に支障が出たりとかっていうのもあったんですけども、今回ね、まあ、3日目4日目ぐらいなんですけども、だいぶ歩けるようにはなりましたので、まあ比較的早く治ってお仕事も復帰できるかなというふうには思っております。で、まあ、本日も、まあ、お仕事自体は復帰しまして、まあ、なんとかこの仕事場にもたどり着くことができまして、はい、やれてるという感じなんですけども、立つこともままなりませんでした。本当に立つのに、けどやっぱね、トイレとか行かなきゃいけないから立つんですけど、立つのにね1時間とかかかったりするんですよ。地獄やったね、やっぱね。で寝返りを打って立とうとしても、もうどっかかんかっていうか、もう腰がねズキーンってなって、もう本当にね、
耐えられる痛みじゃないんですよ。でそういうのがね急に起きてしまいまして、急にじゃないな、うん、ただまあ予兆は全くなかったんですけども、まあ、朝ね奥さんを仕事場に送って行って帰ってきて猫のねトイレを掃除しようと思ってしゃがんだんですよね。で、うんこちゃんをこう袋にね入れて立ち上がろうと思ったらもうダメでしたね。はい、もうそこからズキーンってなって、はい、もう再起不能ですっていうのがまあおよそ3日ぐらいありまして、ぎっくり腰ということでございます。まあ、ツイッターの方ではね少し、つぶやかせていただいてるんですけども、まあ、ただ完治するにはまだ少しかかりそうな感じではあるので、まあ、様子を見ながらねやっていこうかなと思います。本当だったらね、またカメラのレビューとかもね外でねやったりとかしたいんですけども、ちょっとねまだねあの動き回るっていうのがきついかなと思います。夜中にまあ、ウォーキングをね試しにリハビリがてらやったんですけど、やっぱちょっときつくて、うん、少しあのぶり返しが出てしまった感じもするので、もう少しね様子を見たいかなと思います。はい、ということでまあ今ので3つ目です。はい、で次が一応あのお知らせしたかったことになります。はい、ちゃんと言います。はい、ということで最後、まあ、4つ目ねちゃんとお知らせしたいなということで、まあ大それたことではないんですけども、ちょっと自転車の企画をしようと思ってます。あのこのチャンネルねカメラとかガジェットとか、そういったお話をね主にしてるんですけども、やはりガジェットって生活を豊かにしたりとかするじゃないですか。そのためのものじゃないですか。なので、まあ、僕が生活の中で自転車を使って移動することがちょいちょいあったりするので、自転車っていうのも好きなんですよね。でその自転車ね、以前あのガジェモリサイクリングだったかなみたいなのを1個動画上げたんですけども、そこから全然乗れてないというか動画にできてなかったので、今回ですね、その自転車を使って100キロサイクリングをしようかなと思っております。その100キロサイクリングも、まだちょっと試してないんで分かんないんですけど、可能ならライブ配信をしながらやりたいなと思っております。ちなみに自転車をねその100キロサイクリングのために体作りしてるのかっていうと、まあ、ご覧の通りぎっくり腰やってますんで、全然できておりません。なんですけどもちょっと、腰が治り次第100キロサイクリングライブ配信っていうのをやりたいなと思っております。でそれに応じて、機材っていうのもちょっと購入しておりますんで、いろいろと購入して、まあ、使ってみてこれならいけそうだなっていうものを、はい、また一個ずつちょっとご紹介しながら、まあ、最終的には100キロサイクリングをするという感じです。で実は今日も、スマホ用のピンマイクっていうのを購入いたしまして、届くんですよ。で届いたらそれも含めてちょっとレビューをしたいなというふうに思っております。でそれ以外にもやっぱり100キロね自転車で行くのでそれなりに時間かかっちゃうんで、まあ、モバイルバッテリーとか、まあ、そういうのもどうやって取り付けていこうかなみたいなのも考えないといけないんですけども、一応ですね以前動画でもご紹介した折りたたみ自転車を使って100キロサイクリングチャレンジしたいなと思っておりますんで、多分やるとすれば、まあ、土曜日か日曜日になるので、ぜひ応援していただけるようでしたら、時間のある時にチラチラ覗いていただけると嬉しいなとは思っております。ただですねまだちょっとその腰の関係もあって、じゃあいつやりますよっていうのがねあの言えなくなってしまったので、またそれは追って、皆様にご報告させていただこうかなと思っております。はい、ということで本日はですね、まあ、メインははい、100キロサイクリングのお知らせということなんですけども、いろいろその間に変わりすぎてしまったので、まあ、含めて皆さんにご紹介させていただきました。はい、まあ、本日の動画ね、まあ大したこと喋ってないんですけども、あ少しでも、頑張ってねなんて思っていただけるようでしたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではみっちーでした。バイバイ、頑張って直します。Don't you blame